ハイイールド債とは、氷回りの債券のこと。陶器的格付け債ジャンク債と呼ばれるものと、ほぼ同義である。具体的には、格付け機関が行う格付けにおいて、WB 以下、すなわち S&P 社なら BB 以下、ムーディーズ社なら BA 以下に格付けされた債券を指す。普通ハイイールド債は、社債同士を比べた評価、表現である。 ハイイールド債は一般的に信用格付けが低く、元本割れが発生するリスクが高い分、利回りは高く設定されている。このハイイールド債を分析し、期待値の高い銘柄をポートフォリオに組んで成功したのがマイケルミルケンであり、それゆえ彼はジャンクボンドの帝王,王と呼ばれた。総収益値の分散を小さくするには巨大なポートフォリオが必要となる。 1989年におけるハイイールド債の主要な投資家は次の通りであった。まず、ミューチュアルファンド、保険会社、年金基金、外国投資家、貯蓄貸付組合、個人投資家、企業、証券会社。投資家の支出よりも資金力が、ポートフォリオの収益性を安定させる鍵であった。なお、ハイイールド債とは逆に、 信用格付けが高く元本割れが発生するリスクが低いものを投資的格債と呼ぶ。デフォルトリスクの低い交際が投資的格債の代表である。ありがとうございます。